まず簡単な練習です。関数から値を返して123返しますよ。これを、変数に受け取ると、プリント F で表示すると、非常に簡単な例ですね。はい、実行します。123と出ました。ここでちょっと難しくしますよ。 F は123という値を返したんですが、 C56 も返したい、2つの値を返したい、どうしますかねと。これだったらどうですか。 P イコール C56 どうでしょう。ダメですね。変なエラーが出てますよ。初期化されていないローカル変数 B が初期化すればいいんでしょうか。どうでしょう。実行、あ、プリント F で A イコールとこうして B イコール、こうやってみましょうね。はい。初期化で B イコール0としたものがそのままですね。C56 が来ません。これね、もうすでにご存知の方も多くいらっしゃると思います。これではダメなんですね。で、なんでダメなのかというと、この int b とこの int b、 赤の他人なんですね。別の人、違う人なの。これ f に b を与えたってことは、この b とこの b 全然もう別人だから、この人に今自分は0っていう値持ってますよ、0ですよっていう値を教えてやったと。こっちの B さん、こっちの B さんと別の B さん、そういうことだ。これじゃうまくいかないですね。そこでポインターです。 B のアドレスを渡してやります。これはアドレスアンドって書くとアドレスが取得されます。で、アドレスが渡されちゃうと、この B さんはちょっと困っちゃう。なんでか。イント型を覚える係の人なんです。イント型っていうのは5とか10とかね、そういう値ですから。そんなアドレスとか言われても困っちゃう。ということで、はい、これを書きます。アスタリスク、アスタリスクの位置はイントの直後でも構いません。スペース空けてもいいです。こうやって書いてもいい、どっちでもいいです。全部くっつけてもいいです。スペース両方に空けてもいい。この辺全然もうどう書いても構いません。はい、そして B さんのアドレス、アドレスって住所だから、どこに住んでるかっていうことです。メモリー中に住んでるわけです。この B さんは。その、どこですか？何丁目何番地ですかと。まあ、丁目はないんです。番地だけなんだけども。その何番地というのが、こうしますとね、ここの B さんは、B さんっていうのも変だね、これ。まあいいんだけども、ポインターだしね。P さん。ポインター変数と言いますね、これ。アドレスを覚える。イント型データがどこかにあるわけです。メモリー中のね。その場所を覚える係の人、P さん、ポインター変数。で、こう書きますと、P さんが今覚えている番地の中にです、これ。この記号。これと違います。関連はあります。関連というか、その発想上のね、考え方の関連はありますが、別物です。ちょっとややこしい話になっちゃうんだけど、宣言値と言います。デクラレーターと言います。int というのは型指定詞なんですけど、このアスタリスクは宣言詞です。まあ p も宣言詞なんだけども。そしてこちらにありますアスタリスクは宣言詞ではありません。演算詞です。オペレーターです。別物なんですよ。
ここのアスタリスクとこのアスタリスク、そこ間違えちゃいけないですよ。うん、関連はありますよ。さっき言った通り、関連というのはその発想上のね、とにかくこれは別物なんですよというお話と、アスタリスク P と書きますと、 P さんが今覚えてる誰かさんの住所、誰かさんの住所を覚えてるんですよ。まあ、ここで B さんの住所、私とでしょ。だから B さんの住所を覚えてるんです。P さんはね。P さんが今覚えてる誰かさんの住所の中、これ中って意味です。の中に456を書く。B さんの住所を渡しましたからね。その住所の中に、そこの家にっていうかな。456って書くから、まあ、結果、P に456って入りますよね。実行しましょう。いいでしょ。456と入りました。アドレスについて考えるときに、メモリー内容を見るということが結構ね、大事だと思うんですよね。そこで簡単なプログラム、変数 A に0をセットしてプリント F。 ものすごく簡単ですね、これね。プリント F を呼び出す手前まで実行しますよ。はい、変数 A には今0が入ってるんだけども、ちょっとねメモリーをねいじっちゃおうと思います。今いいですか。このアドレス欄に&A と書きましたよ。 A のアドレスっていう意味ですよ。はい、そうすると00000000が4つありますね。で、ここを FFFFFFF と書きました。いいですか。実行しますよ。ここから続けて、はい、マイナス1と出てますよ。メモリを今いじりましたからね。0だったものがマイナス1になりました。メモリーいじらないで普通に実行すると0ですよ、当然。うん、これがねメモリーってこと。じゃあ同じことをプログラムでやってみますよ。ポインター変数 P に A のアドレスをセットしました。 P にマイナス1を入れます。まあ、このマイナス1っていうのはさっきは FFFFFFF こういうふうに書きました。これマイナス1なんです。内部表現ですね。16進数でマイナス1を表現するとこんな感じと、うん、じゃあこれで実行しましょう。マイナス1と出たでしょ。さっき手作業で FFFF っていっぱい書いた、あれと同じ話なんです。じゃあ次もうちょっと面白いことやってみますか。まあこうやっといて、今度ね%s ってやっちゃいますよ。and こんなことしちゃダメですよね、普通は。うん、警告出ました。今ね警告が出た。はい、ここをビルドとやりますとね、書式文字列 %s にはキャラクターポインターの引数が必要ですが、可変語引数1はインとアスタリです。ですね。うん、この通りと。間違ってます、これ。間違ってるけど、はい、ここまで進めます。プリント F の手前ですね、今ね。ここで A のアドレスを見る。いいですか、ここで414243って書きましたよ、今。メモリーをね。最後0に残しておきます。00のままね実行します。結果見ます。 ABC 面白いでしょ。これをプログラムでもやってみたいと思います。ちょっと難しくなりますね。ここですね。ここが難しくなる。 A のアドレスを取得するんだけど、さっきイントって知ってましたよね。今回キャラにしたんですね。でもそうするとちょっとまずい、うん、これですね。イントアスタリからキャラアスタリ、
変換できませんなんですね。違うもんだから。イントポイント、キャラクターポイント違うから。はい、そこでキャスト、これをキャスト演算子と言います。括弧内に書いた型の名前に強制的に変換させる。無理やりこれに合わせてねと。そういうわけなんだけども、これだとうまくいきます。ビルドだけしてみましょう。うん、プリント F のとこはね、さっきと同じなんだけど、ここのエラーは消えたということです。そして、P の0には A、P の1には B、P の2には C とこ。これさっき、4142とかってやりましたけど、414243っていうのは、A のアスキーコード、B のアスキーコード、C のアスキーコードというわけなんです。P の3に塗る文字っていうのは、まあ書いてもいいんだけど、ここで入ってっから、全部0になってっから4バイト。なんで、わざとね、省略してみたと。では実行しますよ。ちゃんと出たでしょ。うん、こういうことなんです。なんか面白いね、これね。そうだとすると、ダブル型だったら、これもっとかけちゃいますね。P の、3、こうやってね。P の4も、P の5も。ねえ、いや、ていうか、これはあれだわ。for文使った方がいいかもね。i イコール0から、ダブルだから、まあこれね、8バイトなんですね。っていうか、ちゃんとあれだわ。サイズを A って書いた方がいいよ。こうすると、ここは8っていうことになります。うん。その方が綺麗な書き方ですね。しかし、最後に塗るターミネーション。塗る文字を残しておきたいので、引く1としましょう。プラスプラス i でしょ。で、ここが i。足す i ってやってやれば abc とか入ってくれますよね、これ。ああ、いいですね。実行します。うまくいきました。abc で fg と入りました。これはいろいろ遊べるわ。本当に。じゃあちょっと、そしたら何しようかね。ABC って書くでしょ。これでまあ4バイトなんですね。終わりに塗る文字が入ってますからね。はい、これをイントポインターなんだよと無理やりキャストしました。キャラクターポインターのはずがイントポインターだよとしました。そしてアスタリの中、さっき言いましたね、の中って意味ですよ。ここと違うから、これは宣言子です。デクラレーターです。こちらは単行演算子です。オペレーターです。別物だから、これはその中にアクセスという意味なんですね。なんでこれ何が起きるかというと、ここにはだって文字が入ってんだもん。文字が3個プラス1個塗る文字ですね。4文字入ってる。そういう配列なんです、これ。それをイント型データを指すポインターなんだよと無理やりキャストをしまして、その中にイントがあるという話になるわけ、これ。こうすることができます。そしたらこれで何が出ますかね。 ABC って出ると、この4バイトが A に入った。でその4バイトはこれなんですね。そういうことですね。EFG までで1234567で最後に塗る文字入ってますから8バイト。ダブル型なんだよと、そしたらこれ ABCDFG 出てますよね。出ましたね。はい、こんな感じで、ポインターアドレスとポインターについて、この
アドレスを取得するための演算子ですよ、これは。そしてこちらはそのこちら側がポインターになりますので、その先にあるデータにアクセスするという演算子。そして型名を書きまして、アスタリスク、これは宣言子です。ダブル型のデータがその先にありますよというポインター型を表すという、結構ねややこしい。だいぶね長くご説明、時間がね随分経っちゃいましたけどね、これねまだまだね説明しきれてません。従いまして、またこのアドレスとポインター関係のですね、ご説明動画は今後も作っていきたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。これで終わります。